ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。今日はですね、もう読みにくい、アイカリンカさんですかね。うん、間違ったらすみません。すみません、はい緑色のアイコンで、はい、かわいい。タイプ1と6の、を見分けるポイントの動画でいただいたんですけども、とてもその1と6の動画に対してとても分かりやすかったですっていうお声と同時に、じゃあところでタイプ6とタイプ8の誤認はありますかっていうのを聞いてくださってます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他の動画を探したところありましたので、前に上げた動画はそれはそれで詳細欄に貼っておきますので、それを見ていただくとして、まあ一旦ここで今どう思いますかっていうお話をできればと思ってます、はい、タイプ6とタイプ8誤認はありますか、タイプ6がタイプ8って思う、僕はすいません基本、ごめんなさいね、僕は自分のことをタイプ6だと今思っていますが、タイプ8と間違うことはないと思っています、まあそうですよね、多分8の人の方が6かもしれないっていうのは思うかもしれないですね。要はよく言われる、例えばそのタイプ8だよって言われるのが、ドラえもんに出てくるジャイアンとか、まあちょっとお亡くなりになってしまったんですけども、星野監督ですとか、まあ、今で言うと例えば和田アキ子さんとかがよく、すみません本当は分かんないですけどね、ご本人に聞かないと、ただ見た目的にはタイプ8だと言われている方々を見て、あの強さはないから、自分がタイプ8だって思うことはないんですね。僕はただ、私が言ったそのエニアグラムの時に、まあ自分のことを喋るんですね、そこでは20分ぐらい自分のことを、まあ、ちっちゃい時から何歳の時はどうでしたかみたいなのを喋ったことがあるんですけども、そこで、まあ、いろんな人がじゃあタイプを話し合うみたいな場で8だ、最終的に僕残ったのが8と6だったんです。でその8だって言われたポイントとしては、なんていうんだ、ルールを課す姿勢、僕がこうなんだからこうしなさいっていう課す姿勢がその8だと思われていた、8っぽいよっていうのは言われたことがある、まあでもその時同時に6もあったんですよね。6もあった、6か8か、どっちかかなみたいな、はい、で物の本にはその最終的まで攻撃的なのは、まあこちら大好き、性格タイプの分析、ドン・リチャード・リソさんの紹介では、もう最後まで攻撃的なのは8だっていう紹介のされ方で、詳細の動画でもそういう話をしています。やっぱりその隊長のお父様がザ・8の方のようなんですけども、そのどうですか、隊長が知る6の人と比べて。ごめんなさい、なので僕から見ると、8の人と6の人は違うなって思うんですよね、間違えることはそうそうないな、周りから見て、まあ、僕が見て、まあ分かんないですけど、ね、そのすごい健全度の高い8とかで、もちろんっていうのもあるので、まあ、絶対ではないですけど、まあ、典型的な8と6とかであれば、まあ、間違えることはそうない。そうですね、あの強さは憧れますけどね、ただその8の人が自分は強いって思ってない可能性はあるかなっていうのはいろんな本で紹介されてます、とかこう気を使ってるって思ってる、俺は優しい、もういろんな人に気を使ってよしよしよしってグリグリってやってるって思うので、なんか文面だけ見ると8の人とかが勘違い、6って勘違いすることはあるかな、周りの空気をよく読んでるよ俺は、だろ読んどるだろみたいなそんな感じです。はいって。そう。なので、8の人が6って勘違いすることはあるのかなっていう。で、子供を見ていて、その、やっぱり8は、その、輪ができるんですよね。8の周りに。これなんか、
僕の子供の頃、うん、思い浮かべても、うん、そのちょっとなんていう、まあ、昔だからですかね、うん、そのリーダー的になる人が、うんうん、その高校の時のリーダーとかじゃなくて、うんうん、小学校の時のリーダーってちょっと伝わりますかね、うん、ジャイアン的な、ジャイアン的な、はいはい、のだとやっぱりそこに立つのはやっぱ蜂なんだなって、あ蜂がちょっと怖いみたいな感じ、要は、うん、なんて言うんだろう、私のグループ、うん、あー外のグループみたいな、うんうん、でもこれなんか6もやりそうだな、確かに、でもなんか蜂の人はボスじゃないですか、ボスです、6の人はこう私のグループっていうのはもっと緩くこっちおいでよかみたいな、輪を作ろうよ、うん、あの子無視ねみたいな、うん、っていうのは、うん、と多分8の人はあの子無視ねはあんまりないんじゃないかな、あいつら気に入らない、あじゃあ言いに行きそう、言いに行くのはありそうですね、うん、言いに行くのは、うん、あなるほどなるほど、うちの親父とかよく言いに行きますもんね、気に入らないとやめてよやめてよっていうエピソードはいっぱいあります。なんで、まあ、5人はあるけど8の人が5人するんじゃないかな、ああそうですね、っていう感じですよ、もしくはその、うん、すごい体を鍛えていて、うんうん、頭も切れて、うん、強いと思ってる人が、うん、あのまあ、自営業とかやってて、うんうん、要は役割として、うんうん、あそうそうそう、例えばその、うん、社長であるとか、うんうん、その自分で何かを起こした人であるとかは、うんうん、そのそういう行動面を取り上げて、うん、自分は8とか、うんうん、あのテキパキやったから俺事業を起こしたね、うん、じゃあ3、うん、みたいなのは、うん、よく起きるみたいですよね、よくそう、社長はよくね、なんかそう最近のコメントでも私9なんですけど経営者だからか9に見られないですとか言って言われるんですけど、僕9そうですよね僕9だけど9に見られる、9で経営者だけど9に見られる、あなるほどなるほど、あとやっぱりその、うん、人それぞれで、人それぞれだ、どこ、うん、どこを見て取り上げるかで、そう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 、変わってくるので、まあ決まる、まあどこかでスポッてはまる瞬間はあるのかなと思うんですけども、うん、そう、なんか固定観念みたいな、ほうほう、固定観念、まあ前の動画でも言ったバイアスみたいな、バイアス、うん、この例えば営業マンだったら自分はなんか積極的に人と関わらなきゃいけない、はい、でやってると積極的に関わってるわけじゃないですか、社交的になって積極的になって、はい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 、でなってると自分は積極的な人間だからとか、はいはい、そのなんか優しいのも例えば看護師とかだったら患者とかに優しくしなきゃいけないみたいな、はい、っていう場面でもう愛を振りまいて優しくしてるみたいな感じになると私にかもしれないとか、あ職業、うん、職業とか、確かに職業によってっていうのもあるかもしれないですよね、うんうん、あとなんか勉強ができたかできないかとか、あそうそうそう、勉強ができたから5だとか、はい、そういうなんか、うん、部分部分を取り上げて、うん、多分でもそれはそっか、自分も部分部分を取り上げて見るし、うんうん、人もそういう部分部分を見て、うん、この人は何タイプ、うん、みたいなのをやってる感じがしますよね。なんかすごい東大のとか言ったら5かなとか思うじゃないですか。3かなとかね。はいはい。6はいないなとかね。って思うじゃないですか。はい。でも6はいっぱいいるんですよ。もちろん。6も9もいろんなタイプがいっぱいいる。ちゃんとバランスよくいるんでしょうね。そうそうそう。はい。だからどうやって努力したかだけの違いなんで。わかりやすい。そう。わかりやすい。人生はシンプル。うん、だけどこういろんなバイアスがかかってしまうので、ね、まあ、職業とか、はい、そう。なのでまあこの動画を見ると。僕には9ってバイアスがかかってる可能性ありますよね。もうあの、うん、僕は6だと思ってるんですけど、うん、だから結構6を商売にしてる感じはするんですよ、ね、うん、それはありますよね。あります。だから僕も9です、9です、9っぽい感じ。だからこれも一回本当は洗いたいところなんですけどね、うん、はい、なのでこうバイアスにを取っ払ってこうちゃんと見ていくっていうのがエニアグラム。もちろんエニアグラムは、うん、円ですからね、うん、もうちゃんともう成長の過程ですと、成長の過程です、はい、ぐるぐる回りながら統合の方向に向かうんですよっていうのがエニアグラムですと、うん、だからこう自分は強いって思ってる8も本当に強いのかみたいなとか、もともとは8はそうですもんね、うん、あの弱いって言っちゃダメですね、でも弱い部分があるから、まあ、そう
でも強いっていうのは、まあ、囚われみたいなもんじゃないですか、はい、そこにこう凝り固まってしまってるので、はいはい、もしかしたら強いって思ってるけど実は強くないんじゃないか弱いんじゃないかみたいなことを自分で自分自身を疑うみたいな、はいはい、あでそれを、うん、手放していくて手放してしまえって話ですね、うんうん、っていうところで、ね、こんなんでよかったですかね。こんなんでよかったですかね。まとまってないまとまってないかもしれないけども、はい、これはもうあのそうアーイカリンカさんのために撮った動画でございます、はい、という感じで、はい、感じで、はい、いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。あのなんか悩みに対して何か言えればなって思ってるんですけど、まあ、でも5人についてなんで、なんでまあそうか、あとまあ今回5人の、うん、あの5人っていうことでいただいたんですけども、うん、なんかそのエニアグラムをこういうところで役に立てるにはみたいなのも、うん、なんか一緒に考えたいななんて思ってるんですよね、うん、おこがましいですけど何かありましたら、はいはい、あのこうやって個別に来た瞬間に言うみたいな、うんうん、いかがでしたでしょうか、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。